まもなく定義列車が発車いたします。よっしゃ行くぞ。危ないですので黄色い線の姿でご注意ください。5秒前4321ゴー。線が前だった。頭半分抜け出した。予定通りってことなんですかね、この場合。そうだろうな。なかなかいい加速をする2線だったけど、友幸は全の地使い切ってたかどうかは怪しいな。ここから北池袋までのわずか数秒っていう駆け引きがこのレース全体を大きく左右することもあり得る。序盤は2線が有利と見て良いのでしょうか。そいつはどうかな。バトルの立ち上がりで先行できたことは確かに有利なスタートには違いないが、ことはそれほど単純じゃない。ゼロ発進加速ってやつは車のポテンシャルがはっきりと露呈するからな。池袋から北池袋のフル加速で一歩引いた位置からじっくり観察すれば2線の戦闘力は丸裸だ。こっちの手の内を全て見せたからにはプロ相手に駆け引きで勝つチャンスはまずない。いくら藤原でも運転技術でプロを上回ることは無理だ。かといって車の戦闘力にもアドバンテージはない。そんな、それじゃあ勝つ見込みは全くないのか。そうとは言っていない。一つだけ藤原にはプロにも劣らないものがある。俺はそれにかけて圭介ではなく藤原を起用した。負けると決まっているバトルなんてプロジェクト D にはない。違えたらどうだ、凌介。このコース、大雑把に4つのセクションに分けて攻略するんだ。スタートの池袋から成増までは狭く低速コーナーが多い。トモさんが勝負をかけるとしたら、その先の第2セクション。トモさんぐらいになれば、ある程度の道幅さえあれば、どこからでも仕掛けていける。第2セクションから先なら、複々線でラインの自由があるからな。勝負はこのコースを1往復ってことになってるけど、ここに戻ってくるときにはどれくらい差がついてるか見ものだぜ。見通しが悪く狭かった区間がここから急に変わる。有楽町線と副都心線が乗り入れる和光市から福福線の第2セクション、よく整備してある区間だけにセッティングの影響が出やすい。かなりパワーは出てるよ。2線の古いサスペンションでどこまで踏ん張れるかな。からは長いストレートが続く伏線の第3セクション。どの辺まで付き合うか、この2線。そんなに長くは付き合えない。こっちのプロとしての対面ってやつがあるからな。どこで前に出る。どこが違うか分かるか。お前らの走りと友の走り。プロだからって特別な操作があるわけじゃないですからね。基本的にやってることは俺らと同じなんだけど、一連の動作の中から無駄な部分を削ぎ落としていく精度が違うんでしょうね。どうすればあんなになれるのか想像もつかないよな。友さんはやっぱ別格ですよ。あれは天性の才能だから。アホ、そんなもんじゃねえ。速さってやつはぶっちゃけた話、経験の差で決まるんだ。
ダッタイムの短縮を常に念頭に入れて走る。プロの時間感覚のシビアさはどんな練習をしたところで走り屋レベルが到底たどり着けるもんじゃねえ。走り込みの量も質もまるで違う。ドライビングに才能なんてものがあるとすれば、それはないやつよりも少しだけ上達する時間が少なく済むって程度のもんだ。努力の積み重ねをひっくり返してしまうほどの天性なんてありえない。少なくとも俺は一度もそんなものを見たことはない。わかるか大高い。勝ち負けは経験の差だ。お前らが負けた理由がそれなら、友が絶対負けない理由もそれだ。覚えておけよ。昨日今日初めてここを走るやつの走りじゃねえな。大輝がやられたっていうのは分からない。ま、下手ではない。分からない。こんなバトルに一体何の意味があるって。残念なことだけど、あんた猛毒したよ社長。現実ってもんが何も分かった。バカバカしいぜ。これ以上は時間の無駄だ。こんなところに答えがないことはやる前から分かりきってたことだ。圧倒的な力の差を見せつけて、この2000の前に出てしまえばそれで終わりだ。スネークヘアピンに突っ込んでくるぞ。2000がまだ前にいるのか。どういうことだ。しまった、こんなとこで。おっと、チャカドで2000が DRC にあっさりと抜かれた。須藤さん、これは一体。消えるラインか。消えるライン？前走者の視界から見えなくなるラインだ。見た目には普通にインをついただけに見えるが、視覚をついて最短距離をカットしながら相手のライン上に滑り込んでいく。プロ同士でもうまく決まれば絶対に防げないタイミングってのがあるらしいな。あっけないぐらいに見事だったな。結局普通にホームの視覚からインをついただけですよね。北坂戸通過。その先の追手川橋梁を渡れば、長いストレートと高速コーナーの第4セクション。ここから一気に引き離してジ・エンド。素人にしてはまあまあだったな。くっそ、はえぇ、この橋を渡れば最後の高速区間。ここでついていけなきゃ後がない。頼むぜ2000、お前の心臓が頼りだ。スネークヘアピンでトモが前に出たらしいぞ。どんな気分だ大輝。お前がどうしても抜けなかったあの2000が抜かれたんだぜ。どうって言われても、改めてトモさんの実力を思い知らされるだけですよ。確かに俺はあの2000を抜こうとして抜けなかった。それどころかこっちが前に出てくればすごい集中力で食いついてくる。トモさんが相手でも同じことができるのか。まさかな。
トモさんは別格だ。俺たちとは違うんだ。俺は D の活動の中で機動最速理論の完成のために全く違う2つのアプローチで一つの終着点を目指している。 D に2人のドライバーがいるのはそういうことだ。1人は営業運転で培われた伝統的なテクニックを応用し論理的に速さを極める正統派のスタイル。そしてもう1人は全ての定石を無視した突然変異のスペシャリスト。 D 修行という限られたステージを速く走ることに限定した変則的なスタイル。今回の相手は正統派だ。それもとびっきりのな。お前が藤原に対して劣ってるというわけじゃない。走りの質の問題だ。プロ相手に勝てるチャンスはそこしかない。それならそうと初めから言っておいてくれれば俺たちあんなに混乱しないで済んだのにな。それは謝るけど不義だ。本当に混乱してるのはあいつらの方なんだぜ。離されずに食いついてくるか。ちょっとした珍事だぜ。ノッチオフで回るコーナー、向こうは立候に入れている。マスコンの刻みを増やして細かくコントロールしてる。駆動音も変だし。だがそんなことよりもこの2戦は抜かれてから確実に集中力が増してきている。なんだあれ。ダッチ選手すごい。ここに来てようやくコスチュームの意味を見出せた。ただの出落ちにならず安心しました。河川の心配をしてやれよ。1500ボルトだぜ。ですよね。凌介、教えてくれよ。わざわざ藤原を送ってどんなアドバイスをしたのか。アドバイスはしていない。え？そうか。凌介が先乗りして作り上げたコースの攻略を見せれば、藤原はそれをすぐ自分の走りに応用していける。ピンポイントのアドバイスをせず、トータルなレベルの底上げをさせるための同調走行だったのか。そういうことにしておこう。よくついてくるものだ。こそばゆいというか妙な気分だ。別に意外でもショックでもない。2年前の俺でもそれくらいの走りはしていた。コーナーに命を懸けたと言わんばかりのそのテンション、昔の自分を見ているような気分。ある程度の速さを身につけることは素人にもできるけど、それだけじゃプロのドライバーは務まらない。まっさらな車をセットアップする能力、シビアな足回りのマネージメント、完走するため車に負担をかけないドライバー、全ては経験だ。俺はプロになって多くのものを身につけた。俺たちプロのドライバーのテクニックが素人相手に見劣りするようじゃ終わりだから。
とてもじゃないけど飛び込めそうにない。この人には俺の動きは手に取るように見えてるんだ。絶対にスペースは空けてもらえない。どうする？見えなければいいんだ。さっき俺がやられた時みたいに相手の視界から消えれば、一つ思いついた方法があるんだ。いない。北坂戸までは確かに後ろにいた。どこかで止まっちまったのか。これは俺の DRC の音じゃない。まさかいるのか、そこに。なんだと、しまった。この真っ暗な軌道を全照灯を消して追ってくるとは。やられたぜ。さすがにこんなのは見たことも聞いたこともない。ついさっき俺がやってみせた消えるラインの応用のつもりなのか。 DCO でしか使えない奇想天外な忍者戦法だ。社長が俺に何を見せたかったのか、だんだん分かってくる。からは遠慮しねえぜ。やっと面白くなってきたよ、社長。本気でやらせてもらうか。控えされた、トモさんが。なんだと。笑いうっちゃないでしょ、社長。そう目くじら立てて騒ぎなさんな。ある程度は予想したが、まさかこれほどの2000とはな。8200を想定して車にいろいろ手を入れたことが逆効果だったらしいや。頭のいいのがいるな、向こうには。まんまといっぱい食わされた。ちょうどいいハンデをくれてやったと思えばいい。接近戦ならバトル慣れした友の方が1枚も2枚も上手なんだ。負けないことは初めから分かってる。友のやつも今頃は多分喜んでるぜ。どこでも行けるが、早めに仕掛けて花っ柱をへし折っておくか。よく見ておけ。こんなパッシングもあるってことをな。脱線させるほど強くは押していない。相手の姿勢を一瞬崩してやるだけで、乱れた挙動が回復するまでは立候できない。こっちはただ空いた軌道を全開で進むだけだ。イージーに前に出られる。悪く思うなよ。これぐらいはあっちの世界だ。日常茶飯事だ。 DRC が2000を再び抜いた。あまりにもあっさりとお祈りのシーンを見せつけてくれません。 D のドライバーもよくやってるが、相手が悪い。くぐった修羅場の数が違う。からのか、からの馬面はぎ。さあ、2000は再び DRC を追撃。馬面はぎ。残すところ3分の1。逆転のチャンスを伺います。馬面はぎ。川越市を過ぎれば、その先は東上線最高速区か。ここではこっちの方が早いのは下りで確認済みだ。俺が前に出ればはっきりと下がる。そっちの車の戦闘力は 100% 把握してるんだ。どうもよ。万が一を考えて奥の手を用意した。こいつを使えばどんな不利な状況でも 100% 逆転できる。しかしだ、いいか、何があっても絶対に押すんじゃないぞ。絶対に押すなよ。これでこいつを使わずに済むぜ。すっ
げえ病を考えてるし。まるで分厚い鉄の壁にぶつかってもがいているみたい。嫌な手応えだぜ。ふくふく旋区間がもうじき終わる。ここで離されたら絶対二度とチャンスはない。またそれかよ。プロを舐めるなよ。同じ手は二度と食わないぜ。線がついてこねえぞ。なんだあれ。びっくりした。なんだありゃ。2線が全消灯を消して走ってやがる。ついてきてる。こっちからは全く見えないが、確実に後ろにいる。こんなことができるもんなのか。一瞬全消灯を消すだけかと思ったが、照明もない真っ暗な軌道を全消灯を消したまま、こんな速いペースで走り回れるのか。え、2線のヘッドライトが消えてる？すごいな。そこまでは教えていない。っていうか何も教えてない。これは藤原のオリジナルだ。俺が藤原にかけていたものはこれだ。追い詰められてギリギリの状況で覚醒し進化する。最後まで絶対に諦めるなよ。 D のエースのプライドにかけても。参ったぜ。ここまでやられちゃうな。マジでたまげてるぜ。
すげえよお前は。だが狭いこのセクションに入ってしまえばもう追い抜きのポイントはないんだ。勝つのは俺だぜ。自分は勝つか薄すぎてるのか。スタート直後とゴール直前のあのタイトな区間に入ってしまえば追い抜きは厳しいな。改めてすげえと思ったよ、うちのダウンヒルのエース。プロジェクト D 結成以来初めての敗北ってことになっちまうけど、負けても胸を張れる中身の濃いいっぱいだよ。それは違うぜ国彦。藤原の諦めの悪さ俺が一番よく知ってる。ここまで来て勝負を投げ出すようなやつなら兄貴が D のドライバーに選ぶものか。ゴールはもうすぐそこだ。どうにかしなきゃ。勝つことには勝ったが、こんな僅差の勝負にあっちまうとはな。大したもんだぜプロジェクト B。 これなら大輝や境が食われるのもうなずけるわ。見つけなきゃチャンスを。諦めないぞ。隙があれば絶対行く。勝てるレースを絶対に落とさないことは俺たちプロの鉄則だ。池袋まであと一駅、気を抜かずに仕事をさせてもらう。まだ減速してません。成功だ！成功だ！万歳！万歳！はい、もう一丁！万歳！成功じゃねえ！我が東部グループの未来を支える虎の子をなんで打ち上げるんですか？それより、なんでロケットなんかに？大体あんな巨大な構造物をどうやって？慌てるな、トモ。こんなこともあろうかと。